7月21日本日は日本三景の日です。日本三景、皆さんご存知ですか？広島の、そう、宮島、それから、京都、そう、天橋立て、そして最後が、宮城の松島が日本三景です。僕はね、あの松島には、行ったことないんですけども、なんでこの3箇所なのかと言いますと、四方をね、海に囲まれてる日本において、これはね、あの3つのね、海を巡るということで、3つの海といえば、日本海がね、ありますよね。それから太平洋、そして瀬戸内海。ただこれ知ってましたか？日本三景ならぬ世界三景っていうのがあるんです。世界三景、しかも日本人が決めた世界三景。これはね、大正2年に、地質学者の、重隆さんという方がねいるんですけど、世界中をね調査して、本当ね、人生で、なんと42万キロ歩いたらしい、なんとね、42万キロで地球10周分。志賀さんがね、本当雄大な、景観に感動したベスト3というのが、世界三景。この志賀さんチョイス、それがですね、アメリカのグランドキャニオン、それからノルウェーのね、フィヨルドっていう、ね、それから秋田のね、なんちゃら山、あれなんちゃら山やったかな、なんかなんちゃら山なんですよ、調べてくださいこれ。まあまあ、あの42万キロも歩いたもん、言うたもん勝ちやね、これね。まあ僕もね、もう大概行ってるから、僕の中の、世界三景言いましょうか、発表します。どこかな。まあまあ一つは、バンクーバーの街並み、バンクーバー、ダウンタウンバンクーバーね。で、あとはね、あのカンボジア、シェムリアップにあるアンコールワット、で、あとはね、あの大阪府枚方市に枚方八景っていうのがあるんですけど、それ入れます。こんなんでいいかな。で、明日からね、あの GoTo キャンペーン始まります。まあ今ね、ほんと GoTo、トラベルがね、 GoTo トラブルみたいになってますけど、ほんと、どっか行けるんかな、これね。